すごいすごいすごい。気合いの入れ方。自分の世界を共有できる相手がいない。あー、やばい。ちょっとおー、早い。魔法使い。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。 今回見ていくのは、魔法使いの嫁、星松つ人、前編見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。魔法使いの嫁ですね。えー、前回24話見終わったわけなんですけれども、今回から星松つ人を見ていこうということで、えー、まあ、これは何て言ったらいいんだろう、小話なのかどうなのかっていうところで、映画でもなく、本当に短編っていう感じだと思うので、星松つ人見ていこうと思います。なんか、こう概要を読む限りだと前日誕という頃なので、まあ、知性に何があったのかとか、いろいろ気になる部分はあると思います。 ところで、まあなんかこの作品の補完みたいな形になるっぽいのでまあ今回それを追っていこうと思います前編中編後編とあってこれは一つ流がりの物語なのかそれとも独立してるのかっていうのもあるのでまあちょっと感想はどうなるのかっていう感じではあるんですけれどもまあとりあえず前編中編後編見ていこうと思いますので皆さん一緒に楽しんでいきましょうそれでは見ていきましょうよーいスタートさてマグガーデン 普通の尺ですねこれは続きなのか独立してるのかすごい気になるなあの前中後でねさて多分あれだよねおアンジーおお。 きゅう…んあいつああ,あいつの弟子,の弟子知性か出会う前かおおさて 音楽やばい。う <music> ん。なに。ああああああ。なになになに、どうしたの。あ、まだ。ああ、なるほど。一人ぼっちの。 あらまだ知世に会う前だよねおう「弟子の国」の本ってことはやっぱりもう買うのは知世だって確定してるしもう多分伝わってるんだろうなさて 綺麗だなおこれで届くすごいあらすごいシステムおああそうなるんだ。 かわいいこれ届けるわけだね綺麗だなこの夜もいいよなこの夜の雰囲気少し霧がかった感じというかすごいななんか。 映画ではないんだよね多分ねすごすぎこれ映画かえっ映画ええ、ええ、えっええ,え,え,えでもなんかチャプターになってないんだよなどうなんでしょうねとりあえずリアクションを開けるつもりなんですけど D アニメストアで見てますゴンゴンゴン もうルツがいるっていうことだもんねこれはもう多分時間が飛んでる杖もあるし <laughs> 大あくびおはようさてあれ飛んでくる でもない前日ってわけでもないっぽいな雰囲気的に別にもう合ってる <laughs> おーああ薬ああシロップサイモンさんとかにあげたやつかな さシュウわあお素晴らしい朝からすごい手間かけてるなぁうんそうなのトマトは人を幸せにするからな。 なんか一つ一つの表現がなんか丁寧な感じあらうさぎ壊し合うさぎグレムリンおおあらすっごい パンケーキにベーベーケン <laughs> すごい取り合わせすごいなあら全く伝わらなかったなよく読み取ったねおあちょ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 っと待っすごい 完全に弟はいはい。 渡したやつうんああ実践とはいえじゃないねえ危ないよね ああ手伝ってくれるとはああもっと頼っていいんだよってことなのかなはい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 じり,りじりおうあ、やっぱり本をああすごいすごいすごいアンジー 大丈夫うんすごいねああうん。 お <laughs> なんかノリノリで先生してるねあら書斎 <laughs> ななにあ,あはい <laughs> シルキー さて、わたむしすごいトマトさて書斎すごいなよっこいっしょとあやめて。 あららら,らどうしたのなんかいたけどあーそうねかなり溜まっちゃってるねほこりとかほこりとかほこりとか確かに確かに ああすごいななんかちょっとなんかジブリ感を感じるなこの <laughs> ちょっとのんびりとした雰囲気とこれちょっとあ,あまあ読んで終わりだからかなあそうなのええ、ああ変えちゃうの あなたたちがえなんだびっくりした。あ,あ、そうなんだ。うーん、微妙。ん <laughs> <laughs> どうしたの？<laughs> ルツ、散歩に行きたいのね。 ああ,あ,あ足があ,あ引っ張ったみんな手伝ってくれてるなあなあにエアリエルあん先生 学ぶ段階 <laughs> まだ若干なり距離が一りぼっちの星の子はどういうお話なんだろうなんか手紙もついてるけど。 うんどういう意味で特別なんだろうあら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 あえど、あど、あ、あ、ど、どんとこ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 エリアスあ読んで聞かせてよすごいな、だってすごいって気合いの入れ方 やばいなもっと好きになっちゃうこんなことされたらうんちょっと気になるねそううんそうだねあらちょっと甘えちゃってるなそうか 言語だけじゃないわけだね。知ってるんだね、多分あら。あららららららら。ちょっと、ずんずコずんあっ。ああー、やっばいなー。この作品がどんどん好きになってしまう。ああ。あみんな集まってきてるなあに、この綺麗空間。いとしご。どういうお話なんだろう。 うん、あそうなんだそういう意味で縁がある本なんだね。うん 過去か、前日談というかうわっどいことを言うかわいそういやつらいよなでもなんかあ別の 家庭にってことか親戚かな,うわなんかかわいそうおちせいやおしかも男の子家庭っていうのがまたなはっ？えっ、ー、えグロテスク ああ勝手に食べないでください。 やばいな。自分の世界を共有できる相手がいない。大きな音出さないで。子供相手に。ああああああ、SDGs に反してるよ。 かわ,いそうかわいそうすぎるまだ子供なのに。 ああ、メイクもう。ねえ、ね、やばいって。この世界を共有できるお母さんとかがいないから。いな、いやー、もう、こんなん辛すぎる。え、え、てか、こんな状況でよく、なんかでも、何歳だっけな高校だっけ高校入るまで、なんか、ち、なんだっけあれ高校の卒業ん知性が16か17だよね、今。 だからなんかそ、卒業かなんかと同時に引き取られたんだっけ死のうとしたとかなんとかかんとかあら優しい子 ごすんげえ今声出ちゃったすいませんあのビビったわけではないんですかわいそう。 そ、やばいなこれはまずいなえー、グロテスクモンスターえ世の中ってこんなモンスターが溢れているんですかそうかでもスレイベガだから寄せつけるのか<ス>走って。 あーやっばいやばいえちょっとおっはやいあ入いった開いったネズミいやえげちえげちえげちって。 どちら様何うわっ素材だ この綺麗なすごいあ見えてる魔法使いあ もう合ってたんだ。森の図書館。いや、音楽あああおあとか、わおとかずっと言っちゃってるけど。おーなるほど。 綺麗な世界、すごい好きやっぱりこの作品すごい好きだすごいな森の魔法使いか頼ってないっていうことは死んじゃった感じかなこれこの音好きすぎる もう好きですもうこのもう一瞬で好きになった何この主題歌超綺麗なんだけどいやもう この作品さてそんな感じで中編に続くわけね図書館あーそこにとりぼっちの星の子があったんだ。 はい、というわけで見終わったわけなんですけれどもまあ前編は前編でオチがあるというかくくり何区切りがあるっていうことなのでまあちょっと前編は前編で感想中編は中編で感想っていう感じでここで感想を取っていこうかなっていうふうに思うんですけれどもいや何より素晴らしいですねこれ OVA なのか映画なのかはちょっとよくわからないんですけれども気合の入り方が違いますねやっぱりねやっぱりなんかマイクールアニメになるとやっぱり何話も作らなきゃいけないからどん,どん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 やっぱり個数が多くなる分1話にかける情熱っていうのがやっぱり分散して しがちではあるけどやっぱりこうやって一つの作品をグッて作るってなると気合いの入り方が違ってもう,もう音楽から。 音楽から何から何までが全てが素晴らしいなっていう感じやっぱりこの作品特有の世界観の奥行きだったりがどん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 表現されていってもうパッとワンカット見ただけでも素晴らしいってわかるわけですよねうーん宮崎駿さんも言ってたわけですよやっぱり素晴らしい映画素晴らしい作品っていうのは伏線が素晴らしいとかセリフ回しが素晴らしいとかそんなんじゃないんだとパッとワンカット見た時にこれはいいってなったのがいい作品なんだいい映画なんだみたいなことを言ってていやーそれをなんかやっぱ やっぱり、すごい感じましたね。やっぱり、うわ、これ、いいわっていう風に思ってしまった。やっぱり魔法使いの嫁、素晴らしいなっていう風に思ってるし、やっぱりこの奥行きのある、やっぱり作品を、さらにね、解像度高く描くビットスタジオさんってやっぱり神だなっていう風に思ってるんですけど、いやー、いいなめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃ好きです。やばい、これは。 いやーでもなーどうなんでしょうね時系列はどうなんでしょうねまあなんか人間の先生の下りがあったからまあとりあえず2期の話ではあるんだけどただ手を見た限りだと指輪をしてなかったような気がするし知性の手ってどうなったんだっけ結局黒いのって直ったんだっけうーんなんかそこら辺とかも色々とあるから多分ヨセフとの下りは多分まだないんだよねなんかお互いまだちょっとやっぱり なんかどこまで行くか踏み込むかみたいなので結構やっぱりこうなんかこういう感じになってるからなんかやっぱりね2期の後ならねもうなんか何でも話しましょうよっていう感じだったけどそういう感じでもないからうーんやっぱりどうなんだろうなっていう感じではあるんですけどまあ2期の間の夏の話なのかなどうなんでしょうねステラとかにも会う前のお話だったりするのかなうんまあいろいろと気になるところではありますけれどもいやいいなあの森の魔法使い魔法使いに出会ってるんですね うーん、それで、だから、エリアスとかにも体制があったのかななんか、この魔法の世界っていうものにも体制があったりとか。まあ、チセって結構本とか知識をこうね、やっぱり何、何なんていうのなんか、知識、本の虫じゃないけど、こうなんか、結構いろんな知識をむさぼるの結構なんか好んでる印象があったけど、こういうところから来てたりするのかなうん。いや、いいですね、いいですね。めちゃくちゃいいないや、いいないいないや、でも綺麗だったなめちゃくちゃ素晴らしかったないや、でもチセかわいそうだ なや,やっぱりさ2期を見たからこそわかるあの辛さっていうさいやーしんどかったろうな本当にだってさ首絞められてさやっぱりさ「怖い怖い」って言ってたわけじゃん昔なんかよくわかんないのに見られてる「怖い怖い」っていう感じだったけどお父さんとかお母さんが守ってくれたからしてもね笑顔で入れたけどもうやっぱりお父さんもいなくなっちゃうしお父さんがいなくなってさらにお母さんも自分で自分の命を絶っちゃうしっていうところで。 もう完全にやっぱり自分を守る存在、暴格がなくなっちゃったわけですよ。ただでさえ多感な小さい頃に、やっぱりそういう剥き出しの状態ですっごい異変みたいな、ああいうなんか裏の部分とかなんかすごい怖いものと向き合わなきゃいけないって相当なストレスだと思うし、辛いことだったと思うし、なおかつそういう中で理解してくれる人もいないっていうのは非常に一人ぼっちで寂しかったんだろうなっていう風には、 思いますね。見ててね。なんかすごい、なんか、なんかすごいやっぱり知性っていう感じになっちゃうな。でもやっぱり、 難しいんだよなやっぱり、なんか、やっぱりなんかね、大人になったからこそ大人の気持ちもちょっとわかっちゃうわけだよね。やっぱりね、こう見てるとね、すごいかわいそうだけど、でも、何見てるんだろう、この子っていうのが、理解できないことのなんか怖さというかさ、近寄りがたさみたいなものもきっとあるんだとは思うんだよね。あー、本当に今、エリアスに拾ってもらえてすごい良かったなっていう感じだよね。捨てそうだった命をエリアスが拾ったことによって、 なんかもう色々とこう学ぶことで経験して色々と大きくなってるわけだもんねうーん本当にでもよく生きたよね多分この魔法使いさんのおかげなんだろうなーきっとうーんなんか8歳から15歳って書いてあったけどー7年間いつ死んでもおかしくなかったと思うんだよねもう15歳で爆発して自殺しそうになってたけどやっぱりなんか良かったのかな前日さんっていうくらいだから多分やっぱり 死んじゃったのかなあの森の魔法使いさんが。だからもう自分も死んじゃおうって思える気になったのかな。 いや、どうなんでしょうね。いやー、でもいろいろと気になるところがありますけれども、まだ中編後編が残ってるので、そこら辺も追いかけていこうと思いますので、ちょっとスケジュール的にはね、どうなってるかわからないんですけれども、中編後編も僕は一気に見ていこうと思いますので、ぜひともね、えー、中編後編上がったら一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思いますので、なんか補足とかあればね、いろいろとコメントでいただけたらなと思います。以上、魔法使いの嫁、星松人、前編でした。バイバイ。